お前が知ってた。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。で、鬼殺しで角道止められちゃったんで、ちょっと今日はですね、いつもと違う駒組みをしていきたいと思います。鬼殺しつくつく防止戦法、つくつく防止戦法っていうのが結構有力じゃないかっていうふうに言われてまして、奇襲自体はうまくいってはないんですけれども、ですね、石田流みたいな形ですね、駒を組めますので、気がつけば3筋に飛車が回ってきて、で美濃囲いも作れてっていう形ですね。美濃囲いではないんですけれども、駒組みとしてはいいんじゃないでしょうか。これよくある形ですよね。で結構お相手の方は鬼殺しを警戒して陣形が乱れてる時がありますので、そういう時は結構チャンスなんじゃないのかなと思います。でこっちはしっかりですね、気がつけばしっかりと陣形を組めてますので、3筋に回ることによってこれで一旦銀を引かすっていうのをよくやってますね。さてここは端攻め行ってみましょうか。端飛車取ってこなかったですね。お相手の方あれですね、手待ちですね。手待ちなんでもうこっちも端から仕掛けるしかないので仕掛けていっちゃいましょう。さあここを破れるかどうかでもうこの勝敗がすると言ってもいいかもしれないです。でここは8筋回っちゃうと田楽出し食らっちゃうんで、一旦引いておきましょう。でこの一回歩をでここに垂れ歩からしてみましょう。攻めがつながるかどうか、お相手の方ももうここ絶対に破らせないっていうことで駒を足してきてますね。でこっちも駒を足してなんとか攻めて竜を作れるとかなればいいんですが、攻め駒としてはこの段階ではちょっと足りてないんで、そして香車で移ってくると竜ができるということで玉で取ってこられました。1分30秒。9.3 の地点を警戒しているんですが、いやーちょっと攻めを切らしに来てますね。難しいとこですが、ただこれでほぼ確実に竜は作れますね。お相手の方2筋攻めてきてるんですが、でここはもうほぼ無視していきましょう。攻めが破られたとしても4八玉5九玉っていうふうに左側に逃げの通路がありますんで、もう気にせずに攻めていきましょう。お相手の方に破らせてる間にこっちがどれだけ攻めれるかですね。で結構局面としては優勢かもしれないですが、ちょっと持ち時間、お相手の方かなり打つ手が早いので、こっちの持ち時間が足りるかどうかっていうところですね。そうですね、ちょっと埋めてきてますね。もしかしたらちょっと時間切れがちも向こうはお相手の方視野に入れてるかもしれないですね。でここで角をでしまった。これは痛恨のミスですね。竜を30秒。いやーこれはもう時間もないですし、もう完全に向こうの方切らしてきてますね。もうこの5三に全てをかけていきたいと思います。で20秒銀ですね。銀を打つしかないですね。お、これはお相手の方ミスじゃないでしょうか。角2枚効いてるんで、あ、そうですね。で触りました。ただ微妙にこう詰みがない、微妙にないですね。いやー、角道も止められちゃいました。10秒足りてる。あ、これは、あ、済ますことができました。ギリギリですが、だいぶミスしちゃいましたが、なんとか勝てました。ありがとうございました。